こんにちは。囲碁が大好きなカラス天狗のクーロンです。今回からスタートする囲碁資料室第1回目は、初代本因坊算砂が慶長12年に刊行した我が国初の囲碁出版物本因坊五経を紹介します。なお今回は囲碁史研究家として活躍しておられる村見雄二さんにおいでいただき、解説していただきます。それでは南さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは今回、ほとんどの人が目にしたことがないと思いますが、本邦初公開、囲碁界にとって最高の傑作五経として発表したいと思います。この本は慶長12年12月5日、西暦1607年に発行された五経版本の一番最初のものになります。それでは蓋を開けさせていただきます。まず目に入ってくるのが本因坊五経と積み書きされていますが、もともと大山があったかどうかは分かりませんが、大山がついていた跡はありますね。この書なんですけども、この本は貴重なものなので算砂の自筆かと思われます。それでは、出してみましょうか。それではページをめくっていきたいと思います。序文はなく、いきなり、詰め碁が現れました。これが本因坊五経の初ページ1ページ目になります。よく見ますと、この中国というんですが、中国に五経という文字が見えますね。この回答図で 1,2,3 ってあるんですけども、これはこの本の持ち主が書いたものと思われます。墨書きですね。これは誰が、2ページ目も同じく爪碁ですね。この本自体全部爪碁集で、内碁は一つもありません。この本の形状とか形態なんですけども、慶長古活字版っていいまして、印刷方法がですね、碁盤の目は版木に起こして刷っているんですけども、この欄外にある白線行き、黒線勝ちとありますけども、これはこれが活字版なんです。活字版っていうのは、この黒線勝ちとかそういう一つずつの判子を彫りまして、印刷、今までいう昔、今はないですけども、鉛活字とかありますけども、それと同じように判子を一個ずつ作って印刷してるんですね。それを慶長古活字版という言われですね。ここにちょっと紙が引いてあるんですけども、これは入れる前はこの赤朱書き朱で書いたものが写っちゃってますね、ここへね。それを防ぐためにこれを入れてやってますね。この朱がちょっと今も現在も生きてるっていうことになりますかね。これは誰が書いたかちょっと分かりませんが、回答を入れてありますね。よほど勉強したですかね。これを、詰め物の数は155図ありますね。これはこの詰め物を現在
解説したものはないですね。記憶にないですね。これを詰め子をね、活字化して紹介したことはないと思いますね。ですから詰子の日本の囲碁界において、まあ見本というか基本になるものと思われますね。ただこの本がしけったりする時があるんですよね。こういうね、表に出てた時にしけったりなんかした時にこっちに映ったり。だからこの本、和本を永久保存するの大変なんですね。ここが虫の跡がありますよね。こういうね、こういう切り箱に入れて保存してますので、虫が食われてないっていうのが分かりますね。これで虫が食われると、この本だけじゃなくて、この IC っていうんですけど、この紙も食べられちゃうんですよね、虫に。ここにずーっとこうやってしまっておくと、虫がいるとこの形通りにここが食べられちゃうんです。ですから一度も虫が入っていないっていうことですね。それして、この虫除けのためですけれども、この切り箱が大事なんですね。切りの箱が、こう見てもあれなんです。一番最後が一番肝心なところなんですけどね、そこをちょっと開けてみますね。ここですね。これがこの本の一番貴重なところですね。この奥付けにある通り、発行されたのが慶長12年12月5日。慶長12年は先ほど言いましたように1607年ですね。ですから413年前。この本の特徴はですね、この詰碁がここの部分だと思うんですけども、これが三冊と離弦の内語にあるということです。この部分がね。それと一番の特徴が、このここに本因坊三冊とありますけども、この三冊のところにあるこの刻印ですね。刻印、これをよく見てもらうと、これは印刷じゃなくて、あとこの印を三叉がこの自分の手で押したんです。ここへね、押した後、これは虫眼鏡で見ると本因坊三叉という印刷物の上に後からこの刻印を押したということが分かります。この刻印なんですけども、慶長版の碁の方は他の本を見たんですけども、それと同じハンコであるということが分かりました。前大阪商大の時にコピーがあったですね、あれのちょっと奥付けとは違うんですけど、これはまた今世界で確認できる唯一の本だと思いますね。この慶長版の本因坊五経を本因坊三叉が徳川家康に献上した可能性があります。というのは、慶長12年12月、5日にこの本因坊五経が発行されていることは、見た通り分かりますが、この年12月の晦日には本因坊三叉が家康の居城であった駿府に行っていることが、家康の年譜を見たりなんかして分かりました。ということは、三叉がこの慶長版本因坊五経を手に持って家康に会いに行き、この五経を献上した可能性があります。家康もこれ五経を手に取って、勉強したのではないでしょうか。三叉が家康に会いに行ったことは事実ですので、この献上したことについては触れてませんが、
間違いなく献上していると思います。その時に、サンサの手合いは、家康との手合いは五子と言われてますが、五子の手合いで打ったんではないでしょうか。